はようございます、ご安全にゆうです。今日はある方に会いに行きます。ちょっとサプライズなのでこちらの車両で行きたいと思います。さあ、今から私はどこに行くでしょうか。結構今日は暖かいかもしれない。今日は往復150キロぐらいのツーリングです。ガソリンを満タンにしていざ出発。若干集合時間に遅刻気味です。焦らずでも向かいたいと思います。最近着てるこのベルスタッフがめちゃくちゃ実はあったかいっていう、もう風を通さないという、見た目もかっこいいし超お気に入りです。今日は一つ難点がありまして、 ETC を搭載してないのでカードをその度に渡さなきゃいけない。頑張ろう。うわ、ギリギリ、すごく苦しい。売り抜きとかじゃないね。今から向かうと、ちょっと遅刻。余裕を持って出たつもりなのにな。クレジットカードですね、これは。あ、これ違った。違います。あ、すいません、これでも払えますか。大丈夫ですよ。すいません。はい、お待たせしました。お客様控えの利用証明。どうぞ。はい、お願いを抜けてジスペケを気持ちよく走らせています。本当に快適で面白いフィーリングのバイクですね。揺れを説明するって結構難しいんですけど、なんか味わい深いですね。出汁で言うと昆布出汁じゃなくて、こうちょっと厚めのカツオ出汁みたいな。ちょうど目の前を電車が通ってます。どちらのが早く進むんでしょうか。検証してみたいと思います。バイクのスピードは周りの車と合わせて走ってますが、だいたい電車も同じくらいのスピード感になってますね。あ、向こう側からも電車が来ました。気持ち近づいた気がしますが、このまま駅にピットインしていきました。この勝負引き分けですね。
電車と競争といえば、私が小学生の頃、最寄り駅から次の駅まで電車とバトルしたことがあるんですが、それも確かいい勝負だった気がします。運行のレシートお持ちですか？はい、聞いておりました。大丈夫ですか？はい、ありがとうございます。すぐ待ち合わせのパーキングに到着します。先ほどから実は鼻歌歌っていて、それが若干 GoPro に収録されているのがとても編集しながら気になっているんですけど、お気になさらず。はい、私はよく歌いながら走っております。はい、こちらみんな大好きな大黒パーキングに到着しました。まだマネージャーは到着してなかったので、しばし休憩時間とします。大黒パーキングのコンビニはこのように車グッズでいっぱいです。これはイニシャル D のチョコレート、ココアが着きました。コーヒー出すとトイレ近くなっちゃうかなと思って。ココアでも一緒かな。まあいいや、1日分の鉄分に惹かれました。最近買いました、ジーンズ。キャブが詰まっちゃって、ちょっと修理してて、ごめんなさい。あ、全然、ゆっくり待ってました。今から辻本さんのカフェに行くんですが、レジェンド辻本さんに会うべくして集まった2台メンツを紹介します。エントリーナンバー1番、スズキ GSX1100 だけど7半外装仕様。そして刀かっこよ、めっちゃガンダム感ありますね。オリジナルでレストアした感じですか？そう。わあ、かっこいいね。これ綺麗だね。綺麗ですね。ね。この2台やばい。はい、今からこの2台で行くってことは辻本さんには内緒にしているので、どんな反応をするか楽しみです。はい、ではご安全に。思ったよりシールド越しの視界が良くなく申し訳ございません。タコメーターは壊れてるのではなくて、3000回転以上じゃないと針が動かないという仕様でした。カウル越しの視界は良くないですが、意外とたっぷりと大きい形をしているので、本当に風よけができるような、これなら走り疲れも少ないだろうなと思います。トンネル内でジスペケのサウンドを堪能しながら、横浜横須賀道路、通称横横のサハラインターチェンジを降りました。もちろん SR とか空冷バイクと比べて高速道路の移動も楽なんですが、市街地も結構面白くて、リッタークラスのバイクの割にはその取り扱いづらさっていうのがない大きさ車重なので、
下道もストレスなく楽しめる面白いバイクだなと思いました。辻本さんの第一声は、はじめまして、鑑識、鑑識、あ、これは鑑識じゃない、それけど1100だ。そうですね、ズバリ正解、さすがプロといった挨拶でしたね。こちらは神奈川県横須賀市野比海岸を望む素敵なロケーションに伝説のレーサー辻本聡選手のカフェピロタモトがあります。辻本選手は1980年代半ば全日本ロードレース選手権 TTF1 クラスのシリーズチャンピオンを獲得するなど素晴らしい成績を収め、その時のマシンがスズキ GSX-R7 班でした。え、今走りなんでしょ、走りが死んでたってこと、何が来たの、バッテリーが死んだ、え、今、うん、嘘でしょこんなに走ってたのに、うん、そんなことあるんだ、やばい、新品なのに、どうして、やばい、帰れないこれ、いや、いいところ、目の前海、最高でしょ、最高ですね、めちゃくちゃ気持ちいいとこです。いやあ、よかった、ぶっ壊れてなくて、うん、やっぱさ、半年ぶりに乗るとこういう電気とかさ怖いです ね、よく半年ぶりに動かしましたね、今日という日、半年ぶりに、しかも昨日バッテリー交換してなんとか来れてよかったです、よかったよかった、あ、なんかね、外装キットが1750って言ってたね、外装だけ、そう、この持ち主枠く外装だけ750で、合うの、シートはもう完全に7半ですね、もうエンジン幅があるから、ほらみんな年してたからさ、あ、そうですよ、ダイナミカマンを下削ったりさ、吉村の時1100乗ってて、頭ので、7半が出て、あれがね、で、ノーマルと一緒にツーリング行ったらぶちぎられてもうショックだったからね、7半にちぎられたあ、ギアのゴムがない。腰痛くないの？ギアのゴム？シフトの。本当だ、ない。え、本当だ、絶対使わなかったの。これなんかちょっと借りてて、今。借り物なんだ。そう、私のバイクじゃないんですよね。痛くなかったの？痛くなかったですけど。日本のバイクはね、もう部品がない。そうですよね。やっぱりね、ヨーロッパのバイクは昔のもさ、うん、みんな大事に乗れるけどね。うん、そこがね、やっぱ文化なんだろうな。あ、一緒だ、全く、あ、でもなんか前の方がなんかちょっと違うけど、すごい、わー、これかー、素敵ー、これで実際にレースに出てたんですか、それとは違うんですか、限定車、あ、限定車、チャンピオン記念限定車で、あ、販売してたやつですか、これは市販車、あ、そうなんだ、86年の3月に出たんですよ、86年、あ、めちゃくちゃすごい素敵な空間です、あ、秘密基地みたい、秘密基地ですね、まさにですね、あ、この辺もなんかすごい当時というか80年代ぐらいのバイクなんですか、ここから古いか、あ、こっちから順に年代が、まあ言ってもこの辺も2000年ちょっとぐらいですね、うん、おー、70年代、50、あー、この辺の50年代、60年代、わー、すごい、これ集めるのもすごい、すごいですね、これの監修役だ、ディアゴスティーニ、あ、ディアゴスティーニさんなんですか、うん、これ一から組み立てたんですか、あのね、あれはほら本で、はい、その本の内容 のおもちゃがついてる、あ、これについて語ってる本のおもちゃ、あー、なるほどなるほど、あ、スペインで作られてるんですか、スペインのそのまま本を送られてきて、間違いがないか見てって言われて、で、監修したら間違いだらけさすがですね、
監修必要なんですね、やっぱりそこは。見逃った本だと、これ中野選手。あ、これはね、別で買ったの。別のやつ。ヨドバシカメラで。ああ、そうなんですか。あ、これだけケースがなんか。でもね、これは大二郎のは別で、作ってもらったんですよ。へえ。わあ、すごい。ワンプレートだ。美味しそう。三浦海岸じゃないです。こっちの横須賀といえばやっぱ野菜が。三浦といえば野菜です。はい。いらっしゃい。お邪魔しました。すごい素敵なとこでした。ありがとうございます。海です。海です。海です。何曜日やってるんですか？不定期です。不定期。不定期ですって。鈴木乗ってきた時の印象どうでしたか？あ、7班かと思いました。あー、嬉しい。また来てください。また、ぜひよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。あの道ちょっと面白い。面白い、楽しかった。キャベツ畑ラインみたいな。来た来た、1回だけ来たことある。あるっけ。うん、プライベートで。あ、本当。うん、このなんかアッシュ版みたいな、かわいい。なんかリチウムバッテリーが調子悪くて、あ、でもさっき辻元さんのゴッドハンドでここガチャガチャしたら直ったんですよ。すごい豪華なゴッドハンド。参ったな。参ったね。帰れないね。帰れないね。はあ。いけ。今までないんだけどね、これ。さっきの辻元さんすごいですね。辻元さん2回ぐらいでかかったよね。ってやって。微妙なこの上下の、あ、それはあるかもしれない。奥の奥行き
ちょっと俺、エセ辻元やっていいですか。あ、やってるよ。人が変わると、なんか抜け刺してたよね。人が変わるとね、うん、僕もあの将来のリチウムバッテリーでは何度も流されてますけど、へー、出先でこういうふうに止まっちゃうんですか。もう止まっちゃうんですよ。怖いですね。怖いですよ。やっぱ MF にしてもいいな、これ。ダメだな。変えたばっかり、昨日変えたんですよ。MF バッテリーの方がいいかもしれない。ね、そうですね。なんか相性悪そうだな、これ。うん、リチウムって軽いっていう利点。軽いのと充電が半年ぐらいいらないんです。要は、あの、日頃乗らなくても、バッテリーが上がらないっていう、そういうメリットがあるんだけど、それで泣かされたんだ。すいません、辻元さん、慣れなくて。いやいや、やばいな、これ、帰れないっすよ。じゃあ、辻元2号やってみて。あ、2号お願いします。いいですか？お願いします。でも、辻元さん、召喚したいぐらい。本当だよね。もう一回、来てもらって。どっちも一緒ですよね。一緒だけど、なんかさっきね。あ、違うかもね。うん。なんかね、抜いて刺して2回ぐらいやったらパカっちゃったんですよ。すごい、さすがです、世界の辻元ですね。また辻元さんを呼びに行く福山大丈夫大丈夫、こうやってかかったみたいな感じだったよね、うん、めっちゃ速かったですよね。押してもダメ、引いてもダメいやでもね、なんかシリンダー回ってるんですよね。回ってはいますよね。回ってる回ってる、ちゃんと。俺アグスタで一回やったのは、ハンドルを一回ね、こう左右に やってるんです。思いっきりもう、思いっきりロックするの左右に。そうそうそう、こんな感じで、あともう一回頑張れ、それでやって、もう一回やってみて、頑張れ、これでいけ、ダメだダメだ、入れなくなった。大変ですね、大変ですね、災難ですよねかっこいいんですけど、動かないっていうのは、ね、見てみようかな。車載工具ある。あ、車載工具ってか、そこで、あの工具はそこにいっぱいあるので、いくらでもそこにね、あの工具がいっぱいありますから大丈夫ですちょっと工具を貸してもらいます、はい、どうぞ。でもスタバじゃなくてよかったですね、工具があるカフェで。あまり整理されてないんで。あ、いやいや、外で、外でいいっす。いや、これセルのスイッチが入ってるんだけど、これでちょっともう一回やってみて。はい、トイレちゃんと行って。そうだね、はい、一気に帰ろう一気に帰って